写真。ここにはないか。魔鋼炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。借りるぞ。任務完了。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ！ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないからシンナの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度はシンナの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったらみんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れてできるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて
魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。おう、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？じゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。
あんた確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。俺も忘れもんねえよな。銃よし、弾よし、他の装備はと。準備はできたか。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うん、うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すれ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか？お、おい、あれ。侵入者発見。行け！
頑張ったんだろう。いけるか。
任せろ。任せるっす。さっき見つけたっす。ドカーンと行くっすよ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。わかった。私のスピードは どこであろうと変わらない。さあ、正々堂々と勝負だ、マイフレンド。隙を作り狙うぞ。揺さぶっていく。受け取れ。しまった。余裕だ。
ここ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。
クラウドさん、今のうちに。武器を下ろせ、敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。そうね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、随分と賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、胃が痛え。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えてる。それに関しては喜ぶと思う。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上、事態の収拾に当たれ。はっ。襲撃のことが公になれば混乱どころか神羅の恥だ。先の警報については誤報で通せ。はは、お疲れ。こっちこっち。あ、よし、爆弾配置につけ。ちょっと派手にやりすぎじゃない、うん、まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。面目ないっす。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。これ。ちょっと何してるの。うわ、ぶよぶよ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムのことですか。前から一度やってみたかったんだ。しても本家の作戦に鉢合わせるなんて偶然なのか。安全確認のため自宅待機命令。本家が動き出したとすりゃ面倒だろ。肌でさえ考えなきゃなんないことは山積みだって。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、分かってるわけないだろうな。襲撃の件は誤報
命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてからの一旦です。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、ふーん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおっかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。クラウドさん、こっち見たいっす。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、エッジを送ってやってくれ。ああ、忘れるところだった。おねえ。危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ちょっと待って。ダメだ。厳しいっすね兄貴。誰が兄貴だ。もっと役に立ちたいっす。今ばっかで。十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん。一緒なら。
俺一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴。あ、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。そう。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。変な影が瓦礫通りに落ちたよな。平和な夜だ。君なんて本当は持ちたくない。ここがビッグ戦地。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくまで。あと魔法ロケ。また爆破があるんじゃないかって。ここがジェシンチ。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから。変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。ああ。念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。スラム住民にも行ける。明日お番外。ほらほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。ああ、好きにしよう。できました。よしよしよし。ほらニャル、拗ねちゃダメっす。兄貴、猫ちゃんゴロゴロします？見分けがつくのか。もちろん、家族だから。フロニャルド、ギバニッタ、バスティ。なるほど。ビックスとジェシーの様子も見てほしいっす。じゃあ、おやすみなさい。明日は5番目。抜け出して仕入れルートを見直すか。マコーロのニュースが頭に浮かんで眠れね。また爆破があるんじゃないかって不安だ。うわ、やっぱりクラウド。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。あ、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。わかった、考えておく。やったー。じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具は
マルケ、ルーシェ、クロミリオンにアカシリ、どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって。この先は危険だ、この先は危険だ、この先は危険だ、この先は危険だ。この先は危険だ。異変はすぐに来た。どんな街かな。ホールマーケット。今月クラウドさん、ご苦労様です。依頼のデータは別の方がトップで提出されました。まだまだデータが必要なので引き続き協力と報告をお願いしますね。クラウド、無事だったか。ウェッジは？家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを打たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる顔はないからな。かといってジェシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス、ジェシーは今頃爆弾の準備してるんだよ。それって今からやって間に合うもんなのか。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。悪い、パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。ついスラムの心得その1。了解。じゃあな。お世話になったな、グラド。来てくれてサンキューな。明日の作戦も必ず成功させる。みんなで用意してきたからな。スラムの心得その1、疲れたらさっさと休めってか。ありがとな、クラウド。来てくれてサンキューな。アバランチの反抗声明は本物なのか。どういうこと。アバランチのふりをしたムータイが戦争を仕掛けてきてるとかさ。散歩だ。そうだ、ジョニーと会ったよ。
ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで待つか。合流しよう。行けるな。もちろん。店まで急ぐぞ。すぐ行く。どけ。沈め。
消えろ。なんだ、限界を超えろ。ここで仕掛ける。当てる。違う、やるわ。ジェシー大丈夫か。なんとか。やば、ジェシー復讐を。偽物じゃねえぞ！何だったんだ、あのうじゃうじゃはよ。まあ、この吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たく、マコーロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。あ、どうしたんすか、その足。大丈夫っすか。騒ぎすぎ。全然平気。でもしばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よーし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。兄貴、みんなを頼むっす。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな、私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる。